日本共産党の笠井彰です。まずはじめに確認でありますが、東京電力福島第一原発の事故後に日本が他国との二国間原子力協定を署名したというのは、今回のトルコとアラブ首長国連邦、この2つ この国の相手にしたものが初めてだかどうか、その点についてどうでしょうか。外務大臣。日本と、トルコ、両政府はこの2011年1月に、第1回交渉を行い、計3回にわたる交渉をもって実質合意に達し、その後の国内手続きを経て、昨年5月に安倍総理がトルコを訪問した際にこの協定の署名をいたしました。また日アラブ首長国連邦、日本とアラブ首長国連邦、この両政府は2009年6月第1回交渉を行い、その後数回の交渉を経て実合意に達し、昨年5月に安倍総理がアラブ首長国連邦を訪問した際に、この協定の署名をいたしました。よって委員ご指摘のとおり、これら2カ国との協定、これは東日本大震災以降我が国が初めて署名した原子力協定であります。笠井君。大臣、今そういうお答えだったんですが、福島原発の現状というのは、事故から3年を過ぎてもなお非常に深刻な状況で、汚染水問題など何ら解決しない非常事態にあると。そしてこの事故収束のめども立っていないという状況であります。そして事故原因の究明も尽くされていないと。にもかかわらず、なぜこのそういう国の日本が原子力協定を他国と結んで原発輸出を進めていくことができるのかと、この点大臣いかがでしょうか。外務大臣。我が国としてはこの福島第一原発の事故、本当に悲惨な事故を経験した国だからこそ、その自らの経験や知見、これをこの国際社会と共有することによって、この国際的なこの原子力の平和利用の安全にしっかり貢献していかなければならない、これが我が国の責務だと考えております。そういった考えに基づいて、我が国としては相手国の要望ですとか、あるいは事情等もしっかり勘案した上で、貢献のこの具体的な方策を考えているところであります。そしてその前提としましては、やはりこの具体的なこの原子力の安全、原子力の利用にあたって平和利用であることをしっかり確認しなければならない。そして核不拡散にしっかり資するこの取り組みでなければならない。こういったことを法的に確保するために、相手国との間で原子力協定を結ぶというこの対応を行っています。今回のトルコあるいは UAE との間における協定もそうした意義づけがあると考えています。笠井君。政府のエネルギー基本計画の問題が今朝も議論にありました。それでまだ閣議決定されてないわけですよね、日本がどうするかという問題。今朝の北野部長の答弁では、エネルギー基本計画の政府の案との整合性と、案との整合性と言われましたが、まだ決まっていないわけでありまして、国内で原発をどうするか、その位置づけも定まっていない、定められていないもとで、定められないもとで、こういう外国との原子力協定に署名をし、そして承認をすると、そして原発を推進するということは、これできないんだと思うんですけど、私、どうでしょうか。外務大臣。我が国の基本的な考え方は、先ほど答弁させていただいたとおりであります。我が国として、我が国の立場から、この原子力のこの平和利用の安全にしっかり貢献していこうという方針のもとに、この取り組んでいる次第であります。そしてそうした考え方が、このエネルギー基本計画のこの原案においても、この示されているということであります。ぜひこうした考え方について、
しっかり国民に対しても、あるいは国際社会に対してもしっかり説明をし、理解を得ながら我が国の国際貢献を進めていきたいと考えています。葛西君。まあ第一も今原案ということで言われたんで決まってないわけですから、それで外国にどうするのかって話にならないというふうに思います。角度を変えて伺いますが、政府が昨年6月に閣議決定をしました成長戦略、日本最高戦略ジャパニーズバックでは、インフラ輸出を国際展開戦略として位置づけて、商売の話は民だけに任せればよいという従来の発想を大胆に転換し、インフラ輸出やクールジャパンの推進などのトップセールスを含め官民一体で戦略的に市場を獲得する、そのために内閣総理大臣をはじめとする閣僚によるトップセールスを毎年10件以上実施すると、こう打ち出したと思うんですが、間違いありませんか。外務大臣。戦略の、文言今手元にありませんが、基本的な考え方はご指摘のとおりだと考えます。葛西君。まあ、そのインフラという中には電力ということも明確に入っていて、その下で原発の問題も今やられているんだと思うんですが、実際トルコとの間では昨年5月と10月の2度にわたって安倍総理がトルコを訪問して、文字通りトップセールスを展開した結果、日本の三菱重工業、伊藤忠商事などが参加する国際コンソーシアムによるシノップ原発の優先交渉権を獲得したわけであります。そこで確認しますが、原子力協定では特定のビジネスやプロジェクトを取り決めるものではないと、まあ、こういうあるわけですね。その点はどうでしょうか。北野軍縮不拡散科学部長。お答え申し上げます。原子力協定は我が国が相手国との間で幅広い分野におけます原子力協力を行いに際しまして、平和利用、不拡散、それを法的に確保いたしまして、累次ご答弁申し上げております3つの S の強化に資する重要な国というふうになっております。今委員からご質問ございます。民間企業との関係について申し上げますと、民間企業の商活動について取り決めるものではありません。また協定の取り決め自体がですね、我が国の企業による特定のプロジェクトの受注を約束したり、その実施を義務付けたりすると、そのような性質のものではございませんで、一般論として申し上げれば、原子力協定の下で進められる各国との協力ということにつきましては、相手国における検討、それから両国の企業の商活動などを通じて具体化をしていくと、そのようなものでございます。葛西君。では伺いますが、安倍総理が昨年5月に UAE とトルコを訪問した際に、三菱重工業、伊藤忠商事、その方々が同行した事実はありますか。上村中東アフリカ局長。お答え申し上げます。昨年4月から4月28日から5月8日、4日にかけて、ロシアおよび中東3カ国、これはトルコも含んでおります。安倍総理が訪問された際には、部分的な参加を含めまして、日本経団連会長、国際協力銀行総裁をはじめとする118社の民間企業等の関係者が参加しておられまして、トルコにおきましては、日本トルコ経済合同委員会というのが総理のトルコ訪問時に行われておりますが、こういう行事に三菱重工、伊藤忠の同行された方が参加されております。葛西君。同行しているということでありますが、そういう中で協定が結ばれて、これらの企業が優先権を獲得したと、こういう経過であることは間違いありませんね。上村中東アフリカ局長。お答えを申し上げます。安倍総理のトルコ訪問、例えば去年の10月の28日から29日の時に我々の方でまとめました概要の紙が、これは外務省のウェブサイトにも載ってございます。この中で日トルコ首脳会談におきましても、日本企業トップを交えた会合、一部分でございますが行っておられるということ、それから経済の成果としましては、この今回シノップ原発プロジェクトについての日本企業側とトルコ政府との間での優先的な交渉権に基づきます商業契約の大枠について合意したというふうに述べられているところであります。事実関係はそういうことでございまして、今先生がご指摘のような直接の関係があるというふうには必ずしも申し上げられないと思います。葛西君。同行したと、その中でその総理自身が署名もし、そして
企業の側は交渉していると、いろいろ話し合いしているという中で結ばれたということでありまして、そういう点では経過は明らかだと思うんです。自国で重大な事故を引き起こした政府が、いわば前のめりでトップセールスということも含めて他国に原発を率先して売り込むということは、やはり事故の教訓、あるいは経験を本当にやる、踏まえるという点で言うと、無責任そのものの態度だと言わざるを得ません。特に世界有数の地震国トルコに原発を輸出して、事故の危険性を高めることは国際的にも許されないということを強く指摘したいと思います。次に協定の中身について、この間、今朝午後も含めて議論されていますが、若干私からも整理する意味で伺ってみたいと思います、私なりに。トルコとの協定の第8条の問題、繰り返し出ておりますが、その8条では、両締約国政府が書面により合意する場合に限り、トルコ共和国の管轄内において濃縮し、または再処理することができるとあるということだと思うんですけれども、これを定めた理由というのは何なんでしょうか。北野軍縮不拡散科学部長。お答え申し上げます。再三にわたって大臣からもご答弁させていただいておりますとおり、これはトルコにおきまして濃縮再処理をすることを規制をするためのものでございまして、この規定によって我が国が同意をしない限り、そして我が国はこれを同意をしないということを再三申し上げているわけですけれども、先方が濃縮再処理をすることということがない、そのような状況を確保することができた規定であるというふうに理解をしております。これ、どうしてこう設けたのかということについて聞いてるんです。別に日本はやりたくてこれ設けたわけじゃないわけですね。そうするとトルコ側の事情というようなこともさっき大臣も言われたんですが、結局トルコ側の事情というのは一体どういうことなんですか。もう一回改めて伺います。外務大臣。今回の、協定の交渉にあたりまして、この我が国としましては、核不拡散の観点ですとか、トルコの、国内の、原子力法制の在り方、あるいは国際的な議論等を、考えしながら、交渉に臨んだわけですが、その中で、ご指摘のこの、条文に、つきましては、我が国としては、まずもって、トルコにおけるこの、濃縮再処理、これは認めないという方針で臨みました。それに対しまして、トルコ側は我が国のこうした姿勢に理解を示しながらも、まずはトルコ自身が今日まで他国と結んだ協定との比較において、そしてさらには今回のこの規定がトルコにおける濃縮再処理のみを規制するものであり、日本におけるこの濃縮再処理を規制する規定でないことにも鑑み、両国が合意しない限り濃縮再処理することはできないというこの否定的な文言を用いることにつきまして、国内において議論がある、こういったこの指摘をしました。その上で、文言上、両国が合意する場合に限り濃縮できるという、規定ぶりに、したいと、強く主張してきたところであります。今回の、規定につきましては、先ほど、北野部長からも答弁させていただきましたように、これは両締約国政府が合意しない限り濃縮あるいは再処理はされないというこの中身でありますので、我が国としましてもこのトルコにおいて濃縮再処理がこの行われないという実は確保できたと判断して、こういった条文で合意した次第であります。笠井君。核物質の濃縮再処理というのは核兵器の転用につながりかねない重大問題でありますが、そんな重大な規定をですね、このトルコ側の事情と今、大臣2つ言われましたけれども、そういう事情を分かってまで、なぜ条文に盛り込んでやってですね、そして結ばなきゃいけない、そういう必要性があるか、その点はどうですか。外務大臣。
こうした原子力協定、さまざまな条約の議論の交渉においては相手国があるわけであります。そしてさまざまな相手によりさまざまなこの事情があり考え方があります。この協定の結果はそうした相手とのこの交渉の結果定まるものでありますが、今回も我が国としましては先ほど申し上げましたトルコの考え方立場をこの聞きながら我が国としてのこのトルコにおける濃縮不拡散これを認めないという立場をいかに確保するかということで協議を続けたわけであります。実質的にトルコにおける濃縮再処理これを禁止するというこの実質を確保することができたという判断に基づいて今回の結果に至った次第であります。笠井君。トルコ側がとにかくこういう条文をということで事情も含めて言ったという点で言うとトルコ側としては将来的に自分の国で濃縮再処理を行える余地を残しておきたいとつまり文言上もそういう理由はどこにあるというふうに日本側日本政府は承知しているんでしょうか。北野軍縮不拡散科学部長。お答え申し上げます。トルコ側の考えでございますので私どもの判断として右である左であるということを明確に申し上げることはなかなか難しいわけでございますけれども、トルコ側の原子力に関する政策ということについて申し上げますならば先ほどもご答弁させていただきましたようにトルコ側としては核燃料サイクルのあり方というのは現在政府部内で検討中であるというそのような事情があるということでございます。笠井君。この核物質のトルコ国内での濃縮再処理を認めないという政府の考えというのは、先ほど来、累次にわたって大臣も答弁されていますが、交渉の過程でトルコ側に伝達しているということでありますが、この相手に伝達した内容というのは、書面にしていないと、この間、答弁がありました。省内の記録として保持していると。この外務省内の記録にとどめた理由というのは何ですか。北野軍縮不拡散科学部長。お答え申し上げます。一般に、協定の交渉ということについては、膨大な内容のやり取りを先方とやることになります。そして私どもとしては、この、濃縮再処理という大事なやり取りにつきましては、先般来大臣からも、累次にわたって答弁をさせていただいておりますように、この、協定交渉におきまして、3回にわたる、公式協議、その、いずれの会においても我が方の交渉団長から先方の交渉団長に向かってに対してしっかりと伝達をしているということで、我々の考えの伝達ということそしてそれが先方に伝わっているということについてはしっかりと行われているというそのような判断に基づいてのことでございます。笠井君。ことは協定第8条の解釈運用にかかる問題でありますが大臣先ほど、もう禁止をするとやらせないということでそのことについては実を取ったということを繰り返し実質的にやったと言われたわけですけどところがそれだけ大事な問題だったら合意議事録とかあるいは交換公文などを作ってないわけですね。つまり伝達はしたと今も言われましたが相手はその伝達をして日本の立場を理解したとこうも言われました。理解はしても結局了解せずに留保したから結局文書として作れずに日本側の省内の記録にとどまったということなんじゃないですか。北野軍縮不拡散科学部長。お答え申し上げます。繰り返しの答弁になって恐縮でございますけれども、この規定の中身ということに着目して申し上げれば、我が国が合意をしない限り、先方はこれができない。濃縮することはできない、再処理することはできないという、そのような形となっておりますので、その意味で、我々の意思によってそのことを左右する、そして我々の意思というのは、先方の濃縮再処理を認めないということで、これが先方に伝わっているということでございます。笠井君。じゃあ、トルコ側には具体的に何と言って伝達をしたのか、省内の記録があると言われました。で、この交渉ごとではなくて、交渉にあたって日本側の結論を伝えたわけですから、これは明らかにできるはずです。その外務省内の記録で伝達した中身の該当部分を読み上げてください。北野軍縮不拡散科学部長。
答え申し上げます。午前中大臣からも答弁をさせていただきましたけれども、二国間の交渉お互いに信頼関係がございます。私どもも先方に伝えたことについて、これはお互い交渉の中で伝えてやり取りというものを先方が外に向かってすべて話をすると、我々もそれをすべて明らかにするということになると、なかなか外交交渉というもの自体がなかなか成り立たないという、そのような状況でございます。したがいまして、このお互い信頼関係の中でやりましたやり取りということをそのままの形でお伝えをするということはなかなか難しいということはご理解をいただければと思いますけれども、事柄の中身としてどのようなことを先方に伝えてきたかということで申し上げれば、日本側として濃縮再処理を認める考えはないと端的に言って、このような中身を先方に伝えているところでございます。外務大臣。ぜひ確認したいのはですね、この我が国が、このトルコにおける濃縮、再処理を認めることはないということを、実質的に、この確保できたということはですね、トルコとの交渉の中でのやり取りの中で確認したものではありません。まさに出来上がったこの条文そのものにおいてですね、それが確保できたと我々は考えています。この条文そのものがですね、この 両締結国政府が合意しない限り濃縮または再処理がはされないというこの内容でありますから、この条文に基づいて我が国としては認めることはありえませんし、そしてそのことについて国会においてしっかりと表明をし議事録に留めてきたわけであります。そして午前中からの議論の中で、今後これ政権が変わったらどうなのかとか大臣が変わったらどうなのか、こういったことがありますが、この外交の継続性あるいはこの政策の継続性を考えた場合に、もしそういった議論が起これば当然国会の厳しいこの評価にさらされることになります。これはこの外交の継続性そして政策の継続性考えましても、こうした我が国の方針はしっかりと確保できるものだと考えています。委員長、笠井君。最後に言われた国会の厳しい評価にさらされるという点でも国会が知らなきゃいけないことはあるわけですよ。でこの先ほど言われてこの条文自体が両締約国政府が書面により合意する場合に限り濃縮再処理に通過ができるという書面に表れている、まさにそこなんですけど表れているということについては、この間大臣も北野部長も繰り返し言われたのは二つ担保があると。一つは相手にちゃんと伝達したんだと、それは記録持ってんだと外務省内にと、それから大臣が国会で答弁されて言ってるんだと言われたわけですが、そのことはつまりこの条文そのものと言われるその裏付けとなるものであって、でそれがちゃんとやれているかどうか今後国会で厳しくさらされるのであれば、少なくともその結論として条文になった、でそれと条文と合わせて本来ならば合意議事録なりそういうものとしてやっていいはずの問題ですよね。でそういうものがなくて今回こういう形になっている。他の国との関係で言えば原子力協定の場合だって合意議事録を作っているところがあると思うんですけど、今回こんな取ることはないわけですから、そういう形で処理しているのであれば少なくとも日本政府が何を言ったのか、何を伝達したのか、そしてトルコ側がそれに対してどう答えたのか、つまり伺いましたと、あなた方の言うことは理解した、だけども私たちは留保してますと言ったのかどうか、ここは重要な点であって、そこのところはきちっと言うのは当たり前なんじゃないですか。外務大臣。おっしゃるようにトルコと、交渉段階で、どのようなやり取りをしたか、このことについて、しっかり説明責任を果たさなければいけない、これはご指摘のとおりだと思います。そしてそれをどのように説明するのか、これにつきましては外交交渉の、常でありますが、この相手との関係の中で、このどのように示していくのか、これを考えなければなりません。その範囲内で極力我が国としてトルコ側に何を伝えたのか、これはしっかり説明責任は果たしていきたいと存じます。そしてそれと合わせて出来上がった条文においてしっかりとこうした歯止めが確保できているということ、このことについてもしっかり説明をし理解を得ていきたいと考えています。
笠井君、説明責任を果たすと言われるんだったら公表するのが一番間違いないわけですよ。つまり交渉経過のことでいろいろやり取りがある途中の話というのは、それは外交交渉いろんなことあるでしょう。だけどもこれはとにかく今大臣が言われたみたいに、その結果として条文にこうなったんだと、その裏付けとなる担保となる話として出てる話なんで、少なくともこの伝えた伝達した中身、それに対して向こうがどう対応したかということについては、この部分は公表して当然だと思うんですよ。公表していただきたいと思うんですが、いかがですか。北野軍縮不拡散科学部長。お答え申し上げます。累次ご答弁申し上げておりますように、我々の方からは先方の濃縮再処理ということについてはこれを認める考えはないということを交渉の経緯の中で申し上げました。そして大臣からも再三にわたって答弁がありますように、これは我々として今後適切な機会をもう捉えつつ、先方に対して再確認というふうなこともしていきたいというふうに考えております。で、私どもがそのような考えであるということについては、交渉の経緯の中で3回にわたって行われました公式の協議、交渉団長から交渉団長に対して、明確な形で伝達をし、先方はそれを我々の考えということをしっかりと了承していると、そういうふうな状況でございます。笠井君、そこまで固まった話だったらしっかり出してもらいたいと思うんですよ。ずっと議論があったって曖昧なままで、国会に対したって説明責任とまで言われるわけですから、これ曖昧にしたままに承認ということにいかないと思うんです。改めて委員長に、私の方からもこの該当部分については少なくとも外務省のその記録について公表するように理事会で協議をお願いします。後日理事会で協議いたします。笠井君、後日じゃダメです。今日やらないと通っちゃったらダメ、話が違ってくるんですよ。国会答弁でちゃんと言ったからと、で大臣先回りして言われましたけども、しかしその政権がじゃあその異なる行動がないということを断言できるか、外交の継続性とか言われるけど、しかし政策は変わりうるわけですね。先ほど公明党の議員の方が自公政権である限りは信用しますと言われたけど、いつまでもそういう政権かどうか分からないわけですけど、その点についてはじゃあその異なる行動が絶対ないと、日本政府はこれからこういう条約結んでも協定結んでも断言できますか。外務大臣。このトルコの、この濃縮、再処理に、つきましての我が国の方針につきましては、まずもってトルコ側、この国際的にもですね、我が国の方針は、この明示し明らかにしているところであります。そして国内においてもこの政府のみならず、この立法府のこの委員会に、この外務大臣が直接発言を行い、それを議事録にとどめております。こうした政府の方針は、この外交の継続性あるいは政策の継続性を考えますときに、この将来のこの政府もしっかり縛っていくことになると考えております。こういった形で我が国の方針はしっかりと確保されるものだと考えています。笠井君。いくら大臣がですね、日本は認めないというふうに繰り返し答弁されても、それだけで保証にならないと。で、日本が認めないというんだったら、そんな不明瞭な規定に合意する必要がないということになるわけでありまして、トルコ側の要望を受けてこんな危険な規定を盛り込んだところに、原発輸出に流行る安倍政権の姿勢が端的に表れていると申し上げたいと思います。時間がもうまもなく来ますので、指摘だけにとどめますけれども、この協定の実施にあたっては4つの原子力安全関連条約に基づいて、それぞれの国が既存の義務に適合するように行動することが定められておりますが、そのうち放射性廃棄物等安全条約、これにはトルコが入ってないわけですね。で、そういうままでもやってもいなかった問題もある。それはどうですか、ちょっと一言聞きたい。上村中東アフリカ局長。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、トルコ放射性廃棄物等安全条約の締結はやっておりません。これにつきましては、交渉の過程でも締結に向けて日本政府から働きをかけ、現在トルコ政府内で国内手続きを進めているところであると承知をしております。笠井君。そう言っているということなんですけれども、これトルコが EU に加盟するにあたっても、欧州委員会から繰り返しいろんな形で言われていて、この問題はまだ未加盟という問題も指摘をされていると、
レポートもあります。そういう中で背景にはトルコの原子力の法体系の全体の整備が遅れていると、欧州委員会のレポートにもそういう指摘がある。そういうところに結局協定を結んで輸出をするということになれば、これはまさにそういう点でも大きな問題になってくると思うんです。しかも先ほどから申し上げているように核物質の濃縮再処理を行える余地を残した規定まである。ともかく優先権を獲得したいということで輸出先にありきの前のめりの姿勢が表れていると思います。福島事故の反省と教訓が生かされていないと。今日本が輸出すべきは原発ではないということだと思うんです。日本が言うならもう原発はコリコリと、輸出が原発ゼロだということで、まさにそういうことをしっかりと言うのが日本の政府でなければならない。このことを強く申し上げ、しかもまだこの問題では引き続きさまざまな問題指摘されてますので、このまま審議終わるということでは絶対いけないと思います。徹底審議ということで引き続き審議を強く求めて私の質問を終わります。